第すぐにでも自拠すること。約定に従い劉備のもとへ向かう関羽。その去り際、曹操は自ら持ちかけた。考え直す気はないか。我が軍におれば望むまま金も地位も与えよう。身に余るお言葉。なれど答えは変わりません。いただいた金や数々の品は手をつけず屋敷に残しておき申した。そうか、残念だ。まことあっぱれな武人よな。返す返すも我が配下にできぬは口惜しい。しからばごめん。かくて劉備との再会を果たすため関羽の長き旅が始まる。敬意を知らぬ曹操軍に道を阻まれるも、そのことごとくを退け彼は泰然と進む。世に名高い関羽千里侯である。厳しい道のりを踏破し劉備に会わんとする目前、関羽は旧友張良と言葉を交わす。しかしもったいないことだ。何故劉備殿をそこまで。兄者ほど民を思う者は他になく、天下随一の英傑なれば。なれど勢いは我らが軍にあり、天下平定を望むならば。勢いと己が選ぶ道は無縁。我が眼には兄者の天下しか映らぬ。それに誓いは違えぬものだ。秦の孟宗公は三国志演義にて三人の武将を格別の三絶と評価した。一人は地絶、気略比類なき諸葛亮。一人は関絶、悪行比類なき曹操。そして最後の一人は義絶、疑心比類なき関羽である。他を圧倒する武や大敵にひるまぬ胆力よりも彼を絶たらしめるのはそのあり方。風紀や名誉、千里の道に惑わずただ一つを尊び抜く。懐かしくも誇らしいあのちぎりを。義将関雲長、語り継がれる足跡は気高く美しい。